特集フルトベングラーサスライの6ミリ実況録音テープこの時間はこの度40数年ぶりにソ連からドイツに送られてまいりました対戦中のフルトベングラーとベルリンフィルの貴重な実況録音テープをお聞きいただいておりますご案内役は私山口努です一昨日の20日の日にベートーヴェンの交響曲を3曲 4番、5番、6番をおききいいいたたただまましししが、いかがかか。ででございましたでしょうか私の話が多少細かい点にまで立ち入りすぎた少々マニアックな話になったかもしれませんけれどもおそらくこの番組をお聴きいただいております皆さん方はフルトビンガンの大変なファン、あるいは音楽ファンの方々であるとも思いますし曲が大変ポピュラーな曲でもありますので。 当時の歴史的な事情とかあるいは当時の、えー、ベルリンでの音楽的な事情について多少詳しいお話を申し上げたわけであります。今日は引き続きましてベートーベンの交響曲を2曲交響曲第7番「イチョウチョ」作品92と交響曲第9番「ニタンチョウ」作品125合唱付きをお聞きいただこうと思います。 一昨日の第1回目の時にもお話申し上げましたけれどもこの四十数年ぶりにこの度西ドイツに送られてまいりました録音テープを聴きますと当時のいろいろな状況がはっきりと読み取れる部分がございます。一つは当時のの録音の技術的な問題ですと申しますのは実はこの次にお聴きいただきます「交響曲第7番の大音楽賞」の冒頭をお聴きいただきますとあるいは皆さん方が、えー 驚きになるかもしれません有名な、えー、舞踏の聖果と申されております「強烈なリズム」の最初の2つの楽章がこの録音テープには欠落しているんです、えー、一作いつも申し上げましたけれどもこの一連の録音テープは現在までに、えー、昨年のエルンスト・ペッピングの交響曲2番を除きましては私たちはソ連のレコードですでに聴くことができます。しかしか私たちが耳に とすことができますレコードのほとんどがこの第7番の第4楽章の冒頭は修正を行われておりますおそらく第4楽章の再現部の冒頭の2小節をこの頭につないでレコードとして復元されておるんだと思いますがこのソ連から送られてまいりましたテープを聞いてみますと第4楽章の冒頭の2小節が欠落いたしております。 こういった技術的な問題を数え上げていきますとこれ以外にもまだいくつかございます明日に聞いていただくことになっておりますけれども同じベートーヴェンの「コリオランジュ曲」の一番最後の有名な3つのピチカットのうちの最後の2つもやはりこのソ連のテープでは欠落をしておるこういった問題がありますそれともう一つ当時の録音を聞いてみて私が感じることですが 現在の世界のオーケストラの演奏はピッチはほとんど443とか444というスタンダードよりもやや高い長弦で演奏されておりますご承知のように国際的な標準はアーノートは440でありますけれども440に決められたのは実は昔のことではなくて比較的最近のことであります1939年と申しますから今から約50年前に R の標準を440とするという取り組みがありました従いましてこの対戦中のフルトベングラーベルリンフィルのこういう実況録音テープを聞きますときに破さして当時のピッチの通りに正確に再生されているかという問題が一つ生じてまいります記録を調べてみますと戦争がおります1945年までのベルリンフィルハーモニーの演奏会のピッチは435に超限されておったという記録がございます 1939年,19年の440に統一されます以前でも特にヨーロッパではドイツ語圏では435イギリスのような英語圏では439に調律されておったという記録があります。したがいましてこのように当時の録音テープを聞いてみますと現在我々が耳に親しんでおりますピッチよりもやや低めに聞こえてくるというのは正確なのではないかと思うんです。 あの今回のソ連から西ドイツに送られました録音テープについてはこのピッチの修正というのは果たしてどの,かどの段階かで行われたかどうかについては現在のところあの記録を調べましても不明でありますただあの聞いて調べてみますと、えー、例えば一昨日お聴き頂きましたベートーベンの交響曲の第5番のピッチは440に合わされております。し、えー、いまして当時の フォ、えー、ルトベムラとベルミフィルが演奏しましたものよりも若干高めのピッチつまり演奏時間にしてはごくわずかですけれども短めの演奏こういうふうなものであるんではないかという気がいたしますこの時代とともに変わってきたピッチをどのような形で聞くのが最も正確なのかということは非常に難しい問題がございます現在のオーケストラのピッチに合わせますと当時よりも演奏時間としてやや短くなる 当時のままで再生しますと、現在のピッチに慣れ親しんだ耳からはやや低めのフラットな音に聞こえる。えー、その聞き方が当時のやる歴史的な資料をそのままに聞くか、あるいは鑑賞の対象として当時のものを現在の耳で聞くか、やはりこのあたりどちらを取るかという非常に難しい問題があるのではないかと思います。えー、それでは、えー、ベートーヴェンの交響曲の第7番を聴。 いただきましょうベートーベン作曲「交響曲第7番イチチ・チ長作品921942年の3月の1日または3日あるいは1943年の10月の31日または11月の3日おそらくこのいずれかに行われた演奏会の収録テープであると思われております。 ウィルヘルム・フルト・ベングラー式のベルリン・フィルハーモニーの演奏です。